法起菩薩から見ると聖徳太子と縁の行者と弘法大師空海は同体であると。うーん、大和の神髄を時が来るまで隠そうとした、はい、うん、はい、時が来たらそれを開示するっていう壮大な計画があったんではないかな。あなたの心に火を灯す、神社チャンネル、赤井です。今回もですね、縄文エネルギー研究所の赤山康直さん来ていただいております。どうもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ユニワ塾の方でセカンドライフというコーナーがあって、はい、でここで、まさに第一の人生が終わって、うん、第二の人生50代ですよね、はいはい、それこそ仕事も終わった、育ても終わった、はい、さあどうしよう何しようということで、結構この先の人生という意味でいろいろですよね、考えている方もいらっしゃるということで、はい、まあ、そういう方に向けての生き方の指針をお伝えするというコーナーがあるんですけど、はい、その前に、はいはい、聖徳太子行動、うん、聖徳太子って50代以降の人生なかったというふうに、48かなで亡くなってるとされてて、はい、まあね、早く亡くなってるなという印象を受けるんですけども、はい、いかがでしょうか、そのあたり。そうですね、僕が臨死体験で見た聖徳太子は、はい、まあ、622年の2月22日に亡くなったと普通はされてますよね、うん、はい、でもそれ以降も生きていたビジョンというか、うん、物語を見てしまってるんですね、うん、はい、ただこれは臨死体験で見た物語というかストーリーなので、本当にこう聖徳太子が48歳でお亡くなりになったと、お隠れになったと言われてるんですが、それ以降生きていたのかどうなのかっていうことは、うん、まあ、確認しようがないというふうに、はいはい、まあ、思っていたんですが、うん、まあ、一つだけですね、決定的なことがあってですね、はい、はい、実はこれ法隆寺に所蔵されているお寺の宝としてね、お踏み箱っていうのがあるんですよ。お踏み箱、はい、お踏み箱ね。でこのお踏み箱の中に3つの文書が入っていると言われていて、うん、その一つが御開帳されてるんです、はい、要するに久世観音像を、ね、御開帳した時、はい、うん、秘仏である久世観音像を御開帳したのは、まあ、明治政府の依頼によって、うん、アーネスト・フェロノサっていう方がね、うん、まあ、初めて御開帳したっていうことは有名な歴史的な事実として残っているんですが、うん、実はそのタイミングに明治政府がこのお踏み箱の中の3つの文書のうちの1つを御開帳したと、はい、でその文書を紐解いてみると、どうも善光寺、はい、642年に善光寺は、はい、そのある仏像、要するにこれも秘仏なんですが、一光三尊像っていうね、はいはい、仏像が実は善光寺に渡って、はい、そして642年に渡って、でその後2年後644年に善光寺が建立されたとされているんだけど、はい、このお踏み箱にはですね、実は聖徳太子が善光寺まで3回通ったってあるんですよ、はいはい、で642年の段階で聖徳太子が善光寺に行っているというね、うん、文書になっているので、はい、ということは622年に亡くなった、うん、その20年後ですから、はい、642年、うん、生きていたってことの一つの証になってるんじゃないかなと、はい、ただこれは一般的には公表されてないし、うん、ね、知る人ぞ知る事実なんで、ね、本当のことはどうなのかっていうのはまだ謎に包まれているんですが、僕的には臨死体験のビジョンで聖徳太子がまあ、78歳、652年頃まで生きているっていうことを見てしまっているので、うん、大化の改新以降も生きていた、うん、ね、見てしまっているので、だからこのお踏み箱の中に記載されていたその内容も、うん、実は僕の中では聖徳太子が生きていたっていうことの一つの根拠になってます。うん、はい、でこれから明かされていくことでもあるかもしれませんが、実際に聖徳太子が622年に亡くなったとしても、うん、なんかこうついつまが合わないこともあったり、うん、いろいろ、うん、調べていくと、なんかやっぱり622年以降も生きていたんではないかなっていう痕跡もね、ちらほらあるので、うんうん、
622年以降も、まあ、生きていたんではないかというふうに思っています、うん、なるほど、はい、当時って別にこう、はい、メディアとか新聞とかないじゃないですか、はい、テレビもない、だ例えば、その622年までまさにこう飛鳥とかイカルガにいて政治的役割を果たしてましたと、はい、でそこから引退してですよね、俺ちょっとでも地方で宗教的活動するわってなった場合、はい、お寺作ったりだとか、はい、いろんな思想を人に伝えていくっていうことした場合、はい、地方の人って別に あの方聖徳太子って知らない、うん、ですよね、うん、だから、うん、まああり得ることではありますよね、それは。そうですね、うん、でもう一つね興味深いのは、うん、臨死体験で見たビジョンで、はい、その622年以降になると思うんですが、聖徳太子と一緒にいたある存在を目撃してるんですよ。うん、なるほど。それが八子の王子です。八子の王子、はい、あの出羽三山を開いたと、はい、羽黒山、うん、羽黒山を開いたと言われる、まあ、崇峻天皇の子供ですよね、うん、でこの崇峻天皇っていうのは暗殺されてますから ね、はい、ね生死に刻まれた本当に天皇さんが暗殺された唯一の事件としてね、うん、知られてますが、はいはい、この崇峻天皇の息子だった八子の王子も実際には親である崇峻天皇が暗殺されたら、はい、もしかしたら皇位をそのまま息子である八子の王子が継承するかもしれませんよね、はいはい、でもこの崇峻天皇の暗殺の後に即位したのは推古天皇ですから、うん、これはその後馬子が推古天皇を即位させるっていう前提で暗殺してるという、うんうん、それも、まあ、物部氏と蘇我氏の絡みもありますけどもね、うんまあ、そこも謎に包まれている部分も多々あるんですが、いずれにしても崇峻天皇は暗殺されて、そしたらその息子である八子の王子も非常に、ねうん、やばいというか、はい、危うい状況になると思うんですよ、うんはい、それで結果的に崇峻天皇は山形の方に日本海を通って船で、うんまあ、逃げているというか移動してますから、はい、その引率を聖徳太子がしてますからね、あ、はい、あっちまで行ってるということですね、ね、京都の、まあね、日本海側から山形の八乙女浦まで移動してるという、はいはい、でこの、まあ、引率というかこの手配を聖徳太子もしてると思うんですね、うん、でこれは聖徳太子は蘇我の馬子と通じている、はい、八子の王子からしたらよほど聖徳太子を信頼しないと、うん、この導きに乗れないと思うんですよ、はいはいうんうんうん、で聖徳太子も聖徳太子でやっぱり蘇我の馬子とつながりながらそのお父さんである崇峻天皇を暗殺した後にこの八子の王子を逃がすということも、はい、非常にやっぱり、うん、こう秘密裏に行わないといけないような背景があったと思うんですね、うん、なるほど。だから非常にその辺はまだ謎に包まれてますが、実際に素直に表現して僕自身が臨死体験で見た一つのビジョンとして聖徳太子と八子の王子が一緒にいて、うん、最後には重なってしまったんですね。重なる、うん、なんかその臨死体験のビジョンですからね、こうはっきり、まあ、見た部分もあるんですが、聖徳太子と八子の王子は別々の個体だったんだけど最後には重なってしまうんですよ、うん、で重なったその存在っていうのは間違いなく聖徳太子だったんですね、うんうん、緑色の光線を放った目が聖徳太子ですから、うん、で何度も言ってるように臨死体験っていうのはその臨死体験で見たこの歴史っていうのは会話が聞こえるわけではない、うん、音が聞こえるわけではない、なんかテロップが示されるわけではないんだけど、その存在が誰でどんなことを考えて感じているのかが手に取るように分かってしまうんですよ、うん、だから八子の王子と聖徳太子が重なっていましたけども、重なって一個体になったその存在の正体は聖徳太子って分かるんですよね、うんうん、だからやっぱりこう聖徳太子と八子の王子は何か非常に深いつながりがあって、はいうん、もしかしたら八子の王子になりすまして後世を生きて、で山形の地から何か、うんうん、都の方にいろんな働きをしてたのか、うん、または、まあ、山形にいるとしながらも都の方に返り咲くこともできるので、はいはい、非常に興味深かったです、はい、であともう一つ興味深いのは、はい、臨死体験でその八子の王子と聖徳太子が一体となった後に、はい、その後に聖徳太子が消えてくんですね、うん、
それでも臨死体験の中では聖徳太子は登場しなくて、うん、まあ時間を遡って、ね、邪馬台国の方の、うん、まあ、古墳時代の方に、ね、うん、戻っちゃうんですか。戻っていく、遡っていくんですが、はいはい、歴史をどんどん遡るように、ね、はい、太古まで見ていったんですが、はい、その最後に聖徳太子が消える時にですね、はい、その聖徳太子の前に10歳ぐらいの子供が座ってたんですよ、うん、はい、その存在が金女マロ、金女マロ、つまり縁の行者に間違いないんですよ、うん、はい、縁の行者の妖名金女マロですから、はいはい、その金女マロが聖徳太子の前に座っている場面が最後となって、もうそのビジョンというか映像は消えていくんですね。聖徳太子が80歳ぐらいまで生きてたとすると時代的には重なってるということですね。重なってるんですね、まあ、聖徳太子が、まあ、70ぐらいの時に縁の行者10歳ですから、ね、おじいちゃんと、ね、孫みたいな、はいはい、そんなこう位置関係というか、うん、時間関係というか年齢関係なんですね。うん、ね、で622年に亡くなったっていうことになってますから、当然その事実上聖徳太子と縁の行者は会ってないんですが、はい、ただもし聖徳太子がその622年以降も生きていたとしたら縁の行者に会ってもおかしくない。うん、はい、まあ、しかももし八子の王子出羽三山とかと関係あったとすると、まあ、修験道の聖地でもありますもんね。そうですね、あの辺りは。でさらに上巻にも書いてありますが、大和の神髄を時が来るまで隠そうとした、はい、うん、はい、その聖徳太子は、はい、縁の行者にそれを託し、後に縁の行者が修験という世界を作って、うん、山の奥にそのスピリットを隠して時が来るまで、ね、うん、そこを守ってたとしたら、はい、女人禁制にまでして、うん、だからいよいよこの時代になって女性性の解放の時代になってるとも言うし、はい、いろんなその結界もオープンになっていったり女人禁制も解除されてるっていう現実から見ると、うん、まさに大和のスピリット、大和の知恵を、ね、後世に託して、それを縁の行者が修験道という形の中に込めて守って、うん、時が来たらそれを開示するっていう壮大な計画があったんではないかなって思ってしまうんですね、うん、なるほど、それともう一ついいですか。はい、大丈夫です、はい、下巻に書いたんですが、はい、ね、下巻で、ね、読まれることになると思うんですが、実は古い縁の行者の文献を調べると、はい、法起菩薩金剛山におられる、はい、日本特有の菩薩なんですが、はい、まあ、目が5つあるんですね。だから5次元視点を持ってるってことなんですね、はいはい、目が縦に2つずつあって第3の目も開いてるので、うん、5つの視点から見てるんだけど、法起菩薩から見ると聖徳太子と縁の行者と弘法大師空海は同体であると、うーん、少なくても霊的につながってると、はい、で縁の行者の後を追った空海の足取りを見ると、うん、なんかバトンを渡していったんじゃないかなって、うん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 、それでその時代には開ききれなかったものを1400年後の、ね、縁の行者からすると1300年後の今という時に託していると思わざるを得ないので、うん、はい、その辺はねちょっと下巻にもね、うん、書いてあるんですが、なるほど、はい、非常に面白く神秘的な世界です。なるほど、はい、実際空海さんは佐伯氏といってもともと佐伯真央さんで、まあ、これ修験とも関わりがあったわけでしょうし、はい、まあ、さらに言うのであれば一回ね、その中央のですよね、うん、そういった仏道修行から外れて山岳修行してる時期があったということで、はいはい、まあ、その時に修験道的な修行も間違いなく収めてるであろうというふうに私も思うんですけれども、うんうん、まあ、いわば その時に、まあ、聖徳太子縁の行者空海というふうにして継承されてる何かがあるということです。何かがあると思わざるを得ませんね、うん、なるほど、はい、まあ、聖徳太子に話を戻しますと、まさに、中央で、まあ、48歳まで政治家的な祭りごとの役割を果たした、うんうん、あとはよりその裏のですよね、宗教的活動をしてたんじゃないのかということが、ね、まあ、一つのですね、中山さんの説ということなんですけども、はい、はい、話を元に戻します。まあ、宗教家とかね、宗教的に生きる、宗教的精神を学ぶとかっていう意味で言うと、うん、私はもうこのセカンドライフというところ、50代以降ですよね、はいはい、死に向かってるわけじゃないですか、うんうん、だから
死後の世界であったりだとか、もしくは死ぬとは何か、生きるとは何かっていうことと向き合うということっていうのは、うん、50代大事だということはお伝えさせてもらってはいるんですけど、すいません、中山さんとしてですよね、この50代の方へね、講演会に来ていただ来られたりだとか、そういうこともあると思うんですけども、はいはい、ちょっとそういった方に向けてのメッセージということでお願いします。はい、そうですね、もう50代というのはもう社会的にもいろいろ今まで、例えばお仕事もそれなりのポストについて、まあいろんなことをやってね、やりきってきたっていう年代だと思うし、うん、で子供を育てたり家族を支えたりっていう、まあ自分のことというよりも自分のことをやりながらも家族とか会社の部下とかね、うん、そうやって地域の人たちと、まあ、連動してね、その中で自分の役割を全うしてきたと思うんですね。でもそれっていうのはある種現代的な社会のいきさつを見ると、 ある意味で駆け抜けてきたと思うんですよ、ね、うん、ということはその駆け抜けてきたプロセスの中に本当に自分でしたかったことや、まあ、そのプロセスで温めてきたプランとか計画とか、そういうものが、まあ、極端に言って置き去りにされているパターンもあるし、後回しにされているパターンもあると思うんですよ、はいはいはい、だからまさに50代というのは今の社会の中での一人の存在としての役割を全うして成就してきたっていうタイミングなので、うん、これからはまさに自分の温めてきたプランや、うん、そして本当にやりたいことや、うん、やりたかったこと、うん、それをなすべき時代というか年代に入ったんではないかなと思うんですよね。なるほど、はいはいはい、それは一つの社会的責任を全うしたわけですから、今度は自分自身の存在としての責任を全うする、うんうんうん、で僕の理解では責任っていうのは宇宙的に見てですね、はい、楽しむことなんですよ、うんうん、なるほど、ね、これはおすすめの健康習慣ございますでしょうか。そうですね、運を通していくっていうね、うん、だから結局大事なのは循環じゃないですか、はいはい、ね、地球神の獅子としてすでに脱藩しているので、はい、特に50代の方々に脱藩をおすすめしますね。なるほど、はい。